こんばんは。東京ハブストーリーのお時間です。ハブピース、よろしくお願いします。よろしくお願いします。半次郎でございます、ね、というわけで本日もですね、はい、六本木にあります、はい、沖縄ダイニング龍華さんからお届けしてます。いやもういい空間で、いい空間で ですね、もう六本木のど真ん中にある沖縄っていうね。そうですよ、綺麗な場所ですから、ね、まあ掘りごたつもありますし ね、もう通風に優しいということで非常に座りやすくて。そうですね。そうですよ。で谷さん、はい、なんかね、うん、今日からの番組に新しいスタッフさんがね、はい、ディレクターが入ってるんですけど。あ、確かに。お願いします。お名前は中村です。あ、中村さん。中村さん、え、出身はどこ中ですか。は狭山が丘中学校です。え、どこどこ、狭山が丘中。いやいや、え、沖縄ですか。埼玉です。埼玉いやいや、オール沖縄でやってきてるんですよ、こっちは。すいません。もうブレるんかい。ちなみに沖縄はお好きなんですか。好きだ、大好きで、はい。大好き、はい、大好き。え、行ったことはあります。3、4回あります。あ、じゃあもう、はい、あと1個、姉が沖縄大好きで、はい、石垣島でリゾキャバやってました。あ、そうなんだ。じゃあここにいてよ。やってたってすごいね、うん。ハブストーリー。今日はどういう人が来てるんですか。今回は、はい、あの人生においていろんな人振り回し、振り回されてきた人を呼んでます。こう、ヌンチャクみたいな人生ってこと。ごめんごめん、そんな思いっきりセリフみたいに言わない。じゃあお呼びしますね。はい、お願いします。こんにちは。あ、どうも。あ、すいません、じゃあちょっと失礼します。すいません、ちょっとお名前いただいていいですか。はい、どうも、浅沼大輔と申します。よろしくお願いします。お願いします。なんかすごい爽やか。爽やかですね。これだからサウナで整うってこういうことですよ。確かに。ちなみにどこ中ですか。北大東中学校です。あ、大東島。はい、離島の大東中です。四万中。はい、北大東。はい、はー、漬け寿司。おっしゃる通り有名ですよね、はい、大東島といえば。そうです。なんで知ってるの。あの、大東島出身の大将の居酒屋でバイトしてたから。ちょっとじゃあここからね、いろいろとお話を伺っていきたいと思いますんで、はい、ちょっとハブストーリーのアルバムいただいていいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ浅沼さんと、うん、カリーカリー、カリー、いただきます。いただきます。いや、知らない人と乾杯した。毎回よ。じゃあちょっとね、どういう方なのか、どういう人生を歩んでこられてるのか楽しみ。振り回し振り回されてる人生っていうことで、そこよな、うん、ちょっとこのハブストーリーを見ていきたいと思いますんで、はい、ほう、浅沼大輔さん43歳、はい、プロチーム、東京ユナイテッド BC の裏方。あ、裏方さんはぁ、はい、をされてる、はい、東京ユナイテッド BC というのはちなみに何のチームになるんですか。はい、プロバスケットボールチームの B3 リーグに所属しているチームです。ちなみにうちなんちゅうだとやっぱキングスが、はい、イメージしやすいんですけど、うんうんうん、B リーグの1ですね。はい、B リーグの 1、 あ、なるほど。その B2、B3 の、はい、最近できた新しいチームで裏方をされてるということです。はい、へー。浅沼さんはチームの裏方として主に地域イベントや集客を担当。昨年10月の試合では B リーグの最多集客記録を樹立しました。 B3 です、はい、だいたい数百人とかというような、はい、で、うん、誰も知らない、はい、選手の顔も名前も知らないというところで、はい、まあ、どうしようかというところで、まあ、あれこれ、まあ、夏から仕込みを入れしまして、はい、で、当日まあ、その目標にしてたのがですね、はい、琉球ゴールデンキングスの8200数十名というのが、当時の、B リーグの、いや、それでも、はい、記録だったんですけども、すごい数ですね、はい、それを超えようと、おい、はい、うわ、もうそれを超えて、はい、記録を作ろうと、お、B3 のチームでそれをやってるんだ、はい、サプライズを起こそうっていうのがちょっと私の、目標 で、はい、で当日迎えました。 でおかげさまで9300人を超えて、素晴らしい、すごい、はい、9295人ですね。嬉しかったんだな。95まで覚えてる。
嬉しかったんだろうな。でもすごいですね、はい、選手も嬉しいですもんね。嬉しいよな、絶対ベストパフォーマンスができるというか、うん、よりいいプレーができますもん。対戦相手も喜んでました。確かに。ただ問題はよ、そんだけどうやって集めたかでしょ。確かに、どうやって集めたんですか、その数、うん、そうですね、親会社が IT、スポーツ IT 系、はい、ということもあってですね、あの周りからもうすごい裏技を使ったんじゃないかと、はいはい、どんなことしたんですかと、はいはい、いろんなチームから今連絡来ました、はいはい、聞かれます、はいはい、これネタバラシをしますと、はい、聞きたい。私がいっぱいチラシを配った。東京ユナイテッド BC の方ですごい仕事をされている浅沼さんがどういう振り回し振り回され人生を送ってきたか。確かにそういうテーマでしたよ。そうですね、うん、ちょっとじゃあページをめくって人生の話を聞いていきたいと思いますけど、はい、シンデレラストーリー、なんじゃこれ、部活経験ゼロから、はい、那覇南部リーグ優勝へ。ほう、部活経験ゼロっていうのはこれ北大東島だったというのがあるんですか、はい、やっぱり。そうです、小さな島で、はい、あのバスケ部作れるぐらいの人数がいないんです。5人ですよ、はい、5人は、まあ、ギリギリ集めればいるんですけど、はいはい、男子も、はい、でもこう毎年のようにあの部活が続いていかないということで、あのうちにあったのはあの1人でも走って登録できる陸上部で、あのダブルスで2人でもできるバドミントン部っていう、はい、これ2つしかなかった。同級生何人ですか。同級生は私のクラスが一番多くて10名。10名、はい、少ない。それで男女いてってなったらみんなでバスケやるかっつったらそれな。でその頃からバスケは好きなんですか。そうです、本当に中学に上がる頃からバスケットが好きで、はい、影響はやっぱりあのジャンプをあの見ながら、はい、スラムダンク、スラムダンク、はい、もう分かりやすいんですが、はい、それに影響を受けて、はい、中学の頃バスケに大ハマりした浅沼さん。しかし人口の少ない島にあるのは小学生用の低いリングのみでした。でそこであのうちの父親に相談しました、はい、でうちの親父あの結構厳しい人 で、はい、でファミコン買ってとかラジコン買ってとかいろいろお願いしても一つも買ってくれないような、うんうん、親父だったんですけど、はいはい、バスケットがしたいっていう熱意を。うわ、もうスラムダンクじゃないですか。もうシンプルに出ましたけどね、今バスケがしたい、バスケがしたいです。お前学校でやればいいさと、はいはいはい、まあそうなりますよね。学校ではやってるんだけど、うん、あの小学校のリングしかない、ね、はいはい、だから3メートル5センチの高さのがあの北大東にはないんだっていうことを訴えまして、うん、はい、親があの役場に相談しまして。役場、はい、はい、地域の子供たち、うん、遊んでもらいたいんで、うん、あのいいでしょうかということで確認を取って、はい、でこのリングをあの立ててくれました。へえ、そういうことなんだ。そうなんだ。じゃあ浅沼さんたちの思いが島にバスケットリングを立てた、はい、まあ振り回し人生の始まりって感じ。まあそうなのかな。もう、うん、もっとリング正面の写真でいいんですけどね。なんでこんな申し訳ない。で高校はどちらに行かれたんですか。はい、高校はオロク高校に。オロク高校、はい、オロク高校といえばバスケ。そうですね、当時は弱くてですね。ああそうなんだ、はい、でもう私が入学するときには何にもリーグ戦があって、はい、でそれの3部リーグと、はい、一番下のリーグでいまして、はい、もしかしたらちょっと素人だけども頑張れば試合出れるんじゃないかなと思いながら入学したのを覚えてます。そこから南部リーグ優勝まではどういう流れでそこまでいけるもんなんですか。はい、素晴らしい恩師にも恵まれまして、はい、高いレベルを目指してもうこんな弱小チームじゃないと、はい、ベスト4に入るような、はい、もう沖縄市のあの大きい体育館で、はい、お前たちをバスケットさせたいという熱い先生に高校入学から、最終的には高校3年生の、3年あの試合まで1回も負けることなく、で那覇南部大会で優勝するまで1部で優勝するまで駆け抜けてですね、はい、やりましたね。で、オロク高校初優勝だと。ああ、初優勝の世代なんですね。はい、そうです。ちなみにポジションはどちらのポジションなの？ポジションはガードです。ガード。もう走るしかできないので、もう陸上部で毎日走ってたんで。あ、そっか、小中陸上やってるから。そこで生きてくるんですね。いや、もう体力だけはもう化け物だったので、とりあえず前に投げるから走りなさい。自分で言うってよっぽどっすよ。レイアップシュートしなさい。以上です。すごいね、なんか一人の少年が
島から出て、うん、リーグ優勝までっていうのは本当シンデレラストーリーって感じしますね、はいはい、うん、さあそしてそこからめくっていきますね、はい、体育教師を目指した大学時代。あ、そうなんですね、ちなみに大学はどちらに行かれたんですか。日本体育大学。一体じゃあ、高校卒業して大学でも東京に出てきた感じなんですか。はい、都会はどうでした。新宿に行った時びっくりしました ね、 そうね、もう人が多すぎて、はい、みんな走ってるんじゃないかなっていうぐらい歩く早いですよね、歩いてるのか、うん、走ってるのかわからないぐらい。バスケの練習にはなりそうですけど、ね、なんかわかんないですけど確かにな。しかしバスケ人生にハプニングがっていうことですけど、はい、何これ何ですか。はい、バスケットが大好きでですね、はい、もちろんバスケやってるんで試合に出たいとか、うん、まあ、練習したいっていうのは当然のことなんですが、はい、まあ、1年生の間はやっぱり体育大なんで、はい、もう厳しい体育大でボール拾いをする、はいはい、水汲みをすると、はい、まあ、まともな練習というよりは、まあ、そういった先輩の、あのケアをするのが1年生の仕事だったんですが、体大ってそういうイメージがありますね、はい、もうイメージの通りです、はい、で2年生になってやっとまともなバスケットができるかなと思った矢先にですね、1年生の終わりにバスケットボールの運営の仕事をするっていうのがあって、はいはい、まあ、どのスポーツもそうなんですけども、学生バスケットボール連盟っていうのがあってチームから選ばないといけないと、はい、うわーすごいですね。そういうのが毎年恒例でありまして、はい、で1年生の最後にみんな立候補する人間は一人もいないので。そうですよね、みんなは試合に出たい、ね、試合に出たい、うんうん、プレーがしたいと、はい、でも誰も話し合いでも決まらないので、うん、くじ引きをやろうと。くじ引き、はいはい、このくじ引きでですね、はい、私がもう外れくじを引いてしまったんです。引いちゃったんだ、はい、2年3年4年と、まあ、3年間、それをやらなければいけないと。いけないんだよな、状況になりました。うわー、かんな字もう僕も言うよな。僕もカンナジって聞きたかったぐらいなんですけど、ちむどんどんの信子のようにカンナジ、カンナジ、もう何日か、考えさせてくださ い、 い、その考えさせてくださいが、そんなことやるぐらいだったら、はい、もう別のって思うよな。そうです、そうですよね、思いますよ ね、 うん、いろいろ迷ったんですけど、はい、いつかこう、この引いた外れくじが、うん、こう何か当たりくじだったと、うん、なんか、まあ、その時何年経つかわからないんですけど、うん、あの時良かったなと、うん、あのいう思いで、あのになったらいいなっていうのを思いながら、もう覚悟を決めて先輩にやりますと。へえ、いや、いいな、すごい、その若い時にその発想に、確かに自分のマインドを持っていけるっていうのはすごいですよ。いや、いいですね、外れくじと思わせないような人生歩もうってことですよね、うん。プロバスケチーム東京ユナイテッド BC を裏で支える北大東中学校出身の浅沼さんとユンタク、運営の仕事をまあやって、まあちょっと辛い3年間だったと思うんですけど、その3年間を今の仕事にいる状態で見て、あの3年はどうだったって思います。最後の大会、インカレって全国大会があるんですけども、はいはい、で全国大会が終わって、はい、その後の懇親会があったんですけど、はい、うん、当時 の、 あの名誉会長、うん、あのアシックスの創業者、ほう、鬼塚、会長がちょうどスピーチをするところだったんですけども、はい、でその時に、彼らのおかげでこの大会は大成功しました、うわ、彼らに拍手しましょうっていうことで、うわ、もう拍手を送ってくれたんですね、うん、楽しいことばっかりじゃないし、うん、バスケもできなかったけど、うん、なんかやっててよかったなっていうのはその時に、感じて、バスケットボールの裏方、はい、仕事をするっていうのはいいなっていうのはその時に感じた思い でそれがちょうど今のプロバスケ運営の仕事につながってる。その一瞬でガチャッと、もうそうですね、裏方での報われる瞬間という、はいはい、じゃあ、 まあ体育教師の資格も取りつつ日体大で裏方の仕事に目覚めて、そこからの人生ですね。じゃあちょっと見てみましょうか、はい、パッションモンスター、うん、情熱だけでキングスの裏方へ。先ほどお伝えしたように、うん、あの運営の仕事をやっていて、はい、運営の楽しさ、はい、あの良さも
知りながら、はい、で元々目指していた体育の先生をやっていた、うんはいはい、でキングスの試合見に行ってもですね、はい、もうスーツ着て動いているこのスタッフの方をもう僕見るのがもうマジ癖でですねぜひもうそこで働きたいという気持ちが。例えばどういうその瞬間がかっこいいですか、裏方の動きって。なんかこうシーバーをつけてですね、はい、こうやってピッなんとかスーみたいな。当時キングスに求人が出ていない中、即座に教師を辞めた浅沼さん。しかも結婚したばかり。そしたら奥さんはだって教員やってるのにそれ辞めるって言い出したら、それはちょっと。そうですね、ってなりますよね。大反対ですいやそれはそうでしょ。そうですよね、うん、どうしたんですか。もうそれはもうどうしてもやるんだと。もうそう言ったらもう止まらないんですよね、私は。振り回しますね、奥さんのこと。本当っすね。どの流れでキングスの裏方になれたんですか。うん、その当時ですね、あの、うん、社員募集はしてなかったんですけども、はいはい、インターン募集です。インターン、インターンっていうのが、はい、無給だと。いろんな仕事でも運営に携われますっていうことなので、はいはい、もうこれだと、うん、まずはじゃあインターンとしてキングスに関わって。そうですね、はい、でも一回出したんですけど全く連絡が来なくて、うんでですね、ほう、あ、これ落ちたんだな、はいはい、あの落ちましたっていうあの連絡はないっていうことだったので、はいはい、これ完全に落ちたなと思いまして、はい、で教員にすぐ戻れるわけではなかったの で、 そうですよ、ね、当時キングスのグッズ担当がステップバイステップっていって、はい、沖縄 の、 あの那覇にあるバスケショップがやっていて、はいはい、でそこで仕事をしたらまたキングスにあの関われるんじゃないかと。はいい思いがありまして。そうね、なんか分かんないですよ、言い方あれですけど、激イタファンですよステップバイステップの面接を通しキングスを紹介してもらった浅沼さんはファンクラブ担当として働くことに成功。しかし3年後、次なる止められない衝動が起こってしまい。そこからですよね、また。そうでしょ。今のお仕事になってるっていうことは何かあったんでしょ。順調じゃん、いいじゃん。はい、そして次のページ、はい、2015年、うん、オリンピックに関わりたくて仕事を辞めて再上京。大ちゃん夢を叶えた東京2020。大ちゃん、2015年にオリンピックに関わりたくなっちゃった。そうですね、はい、キングスで充実して勤めてたんですけども、うん、その当時あのまだ自分の力不足も感じていて、そのままいてもあのキングスでこれからの活躍もそうだし、うん、自分の力は足りないなっていうのは正直感じていて、何かこうステップアップできないかなというのも思っていて、はい、オリンピックだということであの東京に出てきました。出てきたんだ、はい、2015年、うん、オリンピックに関わりたくて仕事を辞めて再上京。大ちゃん夢を叶えた東京2020。大ちゃん、奥さんは。奥さんはもう反対ですいやいや、そうでしょ、大ちゃん。そうですよね。で子供も生まれていたので。いや、はい、大ちゃん、大ちゃんだよ大丈夫。保育園も決まって、はい、あの奥さんも、まあ、仕事にも復帰して、はいはい、っていうところだったので、はい、東京行くっていうことで、はい、何を言ってるのっていう。いや、そう、何も決まりますよ。しかも何か決まってるわけじゃないわけですよね。全く決まってなかった。すごいですね。家族は振り回して東京にまた急に出てきたわけですよね、はい、そこからオリンピック、これ写真を見る感じだと確かにオリンピックの仕事をできたっていうことですよね。できたってことなんですか。はい、おかげさまで。え、でも、え、オリンピックまで結構ありますよね。2015年だから、はい、5年あるよ、ね、ちょっと早すぎましたうっかり大ちゃん、うっかり大ちゃんでも大ちゃんあれですよね、もう決めたらもうそうなっちゃうから。いや、そうですね、うん、いやすごくない。でもいや、すごい、ついてきてる奥さんもだからね、相当すごい。え、×7 とかじゃないですか。その曖昧まで別れたい、やっぱ付き合いたい、いや別れたい、やっぱ健康したいみたいな、なんかじゃあ2015年に上京してオリンピック開催までの間、うん、どういう流れになったんですか、そこから。確かに東京に来てすぐ仕事は決まっていなかったので、はい、そうでしょうね、はい、あの妻 の、 あの親戚が、はい、あの電気屋さんをやっていて、はい、でそこのお兄さんに相談して、はい、決まるまで、はい、でうちであの頑張れと、で決まったらそこであのまた応援するから、はい、あの夢叶えなさいという
お兄さんが周りにもやっぱ恵まれて、はい、うん、でおかげさまで、PR 会社なんですけども、はい、求人見つけました、はい、オリンピックに関われる仕事っていう、ただそれだけ書かれてたんですけども、求人で、で広報の仕事、はいはいはい、で私キングスでは広報 の, あの担当ではなかったんですけども、うん、ほうほう、やったことないけど、うん、これはまた一つ自分 の, 経験を積める、うん、チャンスじゃないかなっていうことで、うんうん、そこに応募出しまして、はい、で採用されまして、はい、でそこからオリンピック の,、まあ、事前のテストイベントだとか、うん、メディア担当で、はい、仕事することになりました。はあ、まあ、いろいろ、まあ、大変だったんですが、うん、担当がトライアスロンだったんですけども、はい、でトライアスロンのお台場の担当になりまして、はい、でオリンピックとパラリンピックを担当することに、へー、はい、なりました。その PR の広告で、はい、はー、じゃあもう現場、そうですね、これが東京オリンピックだっていう現場で仕事ができたっていう、そうですね、ちょうど沖縄を飛び出す時に自分が描いたその舞台、はい、できればバスケットボール の, 会場で仕事がしたいなっていうのは正直思ってたんですけども、はい、うん、でも、まあ、いただいた担当は一生懸命やろうということで、うん、はい、なんとか夢を叶えることができた。もうでもまさに夢を叶えたですよね、すごいね。だから要所要所でいろんな夢を叶え続けてきてる。そうよね、うん、でその夢のためにたくさん周りを振り回してるわけこっからの目標というか夢みたいなのを聞かせていただきたいです、うん、これからもですね、もうバスケットが好きで始めた、はい、子どもの時の気持ちが全く変わらないので、で今プロバスケットボールの世界にいるので、はい、これからも続けて、でもたくさんの人にですね、うん、バスケットボールの楽しさを伝えていきたいっていうのが、うん、僕の夢です。素晴らしい。素晴らしい。いや素晴らしい。そして、うん、沖縄の子どもたちへのメッセージというか、沖縄バスケットボール界の未来はどういう風になっていってほしいなみたいな思いとかもあれば。キングスでも、はい、1万人のアリーナが、うん、できまして、はい、今年の夏には、はい、ワールドカップが、そうですね、開催されると、はい、沖縄 で,、はい、うん、で素晴らしいアリーナ、ね、で素晴らしいキングスっていうチームで、うん、たくさんのもうバスケファンですね、はい、の皆さんがアリーナで、いい経験をしていただきたいなと思ってます。ずっとキングスを出てから僕はもうキングスのことが大好きで、うん、もう今日もたまたまなんですけど、え、何いや、たまたまなわけたまたまなわけがないですよね。たまたまじゃないでしょう。いつ上着を見せてやろうかいつめくってやろうかもうずっとキングスが好きでいるので、はいはい、これを見せたいっていう夢も叶いましたねすごい人生の話が聞けたし、うん、きっとこっから先20年後ぐらいに浅沼さんの話聞いても多分また面白いよね。確かに。こっからの20年もまた3つぐらい夢叶えてそうだしね、うん、いやだからちょっといろんな話聞けましたけどもね、はい、谷さん、はい、浅沼大輔さん、はい、どんな人でしたか。そうですね、うん、進め大ちゃん、このまま夢を叶え続け論中ですね新しいパターン新しいパターンを何からタイトルからのようないやちょっとねいろいろとお話聞きました。面白い方でした。これからもね、はい、バスケットボール界のために、はい、そうですね、そしてまた地元、うん、そして大東のためにね、はい、いろんなところで活躍していただきたいと思います。そうですね、浅沼大輔さんのお話をお伺いしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。